マジでこの席に座るとくしゃみが止まらなくなりそうになってくる。もうお風呂入ったか？居酒屋だ。まだ今日入ってないお風呂。今日はまだです。居酒屋なだって7時からなんだってハッピーサッピーさん、トントンさん、高菜さん、エアマン、チンチョーギさん、ありがとう、ありがとう。なんだってこんな時間からですか？あ、でも、もう7時か。そういえば、もう6時、なんかちょっとなんでもない。こんばんは、マカさん元気だよ。マカさんね、なんかお散歩行ったらしい。こんばんは、青木地さん、ありがとう。うん、見てるの？あの、DMM でってこと？こんばんは、ほら、ありがとう。だってね、よいしょ、いいさ、ありがとう。今日これでも被ろうかなって思ったんですよ。なんかやばい、やばいか、さすがに。夜ご飯？さっきうどん食べました。あ、なんかちょっとなんか難しいなこれ。リースガガさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。こう、こう、なんかできないわこれ。難しい、難しいですよ、この浮かれ棒をかぶりたいだけなの。マックさん、ありがとう。これなんか友達の誕生日パーティーみたいな、タイムパーティーみたいな時にそうもらったやつ、もらってかぶってた。ずっとこのつつややめさんとかぶった。何が？ツーデーさん、ありがとう。太陽アイスレモン、ありがとう。ピンクタイヤ、ありがとう。みんな、こんばんは、こんばんは。ヒロさん、ありがとう。浮かれないでください。浮かれます。あ、スイカとショールームがってこと？今日ショールームしてるの？こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。クラッカー、ついあやめさん、鬼滅見たよ昨日。あのね、見た、姫島さんのやつを見ました。あ、間違えました。リチャーさん、にゃんこさん、ありがとう。たい焼き、ちょっと待ってね。めっちゃきのこさん、マックさん、ありがとう。たい焼き、髪の毛がなんかちょっと5歳。熊本でランウェイ歩いたから有名になった。全然なってないよ。私のご近所はね、あのおじいちゃんおばあちゃんが住んでますから、若い方とかはねあんまりいらっしゃらない感じなのでね、田舎なもので。こんばんは、こんばんは。え、ゲンヤめっちゃ優しかったよね。びっくりした。鬼滅、鬼滅まだ見てないのにネタバレしないでね。あ、やばいやばい、めっちゃ今危ないよ。原作全巻持ってる。え、でもさ、なんかあれが多くない？ちょっとアニメオリジナルみたいなの多くない？あー、びっくりした。え、梅雨入りね。明日でもめっちゃ雨っていうのをさっきねニュースで見たよ。みんな、みんなでっていうか家族で見てたんよ、テレビをニュースを。明日は雨ですみたいな。あら、まあってなってた。こんばんは、ローランミックさん、ありがとう。ピンクと焼きね、オリジナル多いなって思った。めっちゃなんかだってさ、なんだっけ、あの名前が出てこなくなっちゃった。あ、無一郎くん、無一郎くんとかさ、ちょっとだけだったじゃん。だけどめっちゃ詳しく書かれてたから。ラーメン、カレー行けます。何でも行けるじゃん。朝からラーメン、朝ラーメンね。お、雨だよって書いてた。びっくりって思った。マーさん、ありがとう。明日は東京もレイニー。あ、なんか全体的にレイニーって聞いたニュースで。先週も見忘れてた。なんだって、先週はね、先週なんだっけあ、喧嘩したやつか、サネミッチと。おにぎりと焼き、え、でも私味噌が苦手だからさ、味噌汁以外の味噌苦手だから
普通のおにぎりがいい。やば、なんかここの席に座るとやばいんだけど、いつも目がうるうるじゃない、めっちゃ梅雨入りする。広島も雨。あ、そうなんだ、広島も雨なのね。なんか雨降るって噂に聞いたけど、うん、降ってなさそう。こんばんは。気まずいちご。リンゴさん、イケビーさん、ピンクたい焼きありがとうございます。広島もずっと雨、めっちゃ雨だね。なんかでも四国がめっちゃ雨降るっていうニュース見たよ今日さっき。ありがとうリンゴさん、ピンクたい焼き。やいさん、ありがとうピンクたい焼き。ななさんは過剰摂取が原因かな、かな。なんかさ、ななさんのファンクラブ、岡田ななさんのファンクラブのになんかお手紙を送れる機能みたいなのができて、なんかそれはお返事とかも多分もらえる系のやつで、そう送ろうかなって思ったけど、なんか文章がキモすぎて白紙に戻った。山口はさっきから降り始めました。あら、なんかそっちの方が結構やばいっぽいね、雨が。こんばんは、こんばんは。どうしよう、広島に帰ったらびちゃびちゃだった。暗視会の再販は明日の13時まで。7月7日ラスト、ありがとう。あの明日のさ、そう X でさ投稿しようと思ったよ、暗視会のことだから、後でしようかなと思ってるよ。ラジオンコさん、ありがとう。こんばんは。ピンクたい焼き、ありがとうございます。ちょっと前髪がね刺さってくる。劇場版買ったらイチゴ入ってた、本当？あの STU エンツのあのあれか、なんかあのミント色みたいなシャツにピンクのやつでしょ、合ってる？そう、多分北沢さんがいないから埃が溜まってるのかもしれない。ナナさんのファンクラブの会員証はね飾ってある家、あの広島の、うん、グッズをねなんかタンスのように並べとるよ、そこにある。あ、いいな、売り切れた、よかったね、いいな、よかった、いいなね、売り切れたそうにしてたからよかったです。じゃあ北沢も頑張ります、お話し会完売できるように。こんばんは。でもなんかさ、お話し会って結構さ、この日がめっちゃおすすめだから、この日を完売したいですって言ったら結構いいけど、なんか特になくてどうしようってなってる。でもリアルはあの絶対的に広島がおすすめ。でも2日間あるんよ広島、内容的には多分一緒になってると思うから、だからどっちがとか言えないよな、難しい。オンラインとかもさ、なんかおすすめ、めっちゃ超おすすめ日とか作りたいけど、なんか全然なんか特にないくて気まずいんだよね。なんか誕生日近かったりとかしたら誕生日に近いのでとかあるし、行事とかもなんかあんまりなかった気がするんよな。しかも行事とかあってもなんかコスプレとかできないから難しいよね。雪平さん、平津さん、ありがとう。全部完売したいです、それは難しいですよ。この間知り合いにいちごのチャンガラサインもらった、カホウ。え、本当？何の時だろう、ツアーかな、広島のやつ、マディ？え、ほっぺにさなんかあの赤いの描いたやつ。そう、でも大阪サイン会あるからね。広島縁日は何するの？え、言いたいけど言っていいかわからないから言えないんだよね。昔のドラマでいちごに似てる女優さんがいた、誰だ、こんばんは。確かにサイン会もねおすすめ。でもリアルはそう結構全部ちゃんとイベントとしてなんかあるからおすすめしやすいんだけど、オンラインが難しいんだよね。マッツさん、ありがとう。ピンクタイキカラ、ありがとう。こんばんは。ちょっと難しいなと思っている、所存ですよ。こんばんは。ツアーの時のやつか。え、わかるよ、わかるもん、書いて。え、私さ、その書いたさサイン書いたのさ写真に撮ってメールに載せたもん、覚えてるわ。こんばんは。にゃいさん、ありがとう。たい焼き、そう、オンライン月1である。でも特にさなんかなく、もう難しいんですよ、だから決めかねている北沢は。こんばんは、こっていいや、ちょっと待ってね。
めっちゃ大雨って言ってた。なんか線状降水帯、降水帯がみたいな。マッチさんありがとう、ピンクたい焼き。めっちゃやばい、四国とかもうやばかった。あの人に似てるなって思ったけど名前が出てこん。誰だよ。で、キネさんありがとう、たい焼き。ピンクのやつもありがとう。なんか髪の毛がキモくてさ、今日どうしようみたいな。やっほー、スティーだよー、ありがとう、たい焼き。ね、大雨って聞いた。なんか明日出かけようみたいになったけど、天気調べたら超大雨って出てきたから、そう、なしになった。なしになってましたよ。あ、違うんだよ。ちょっと待ってね。あれ、自分のお話し会の日程が見たかったのにさ。あ、X で見ればいいのか。投稿じゃない。クマンさんありがとう。ね、何のドラマ。ありがとう。赤羽のために散髪にいた。お、マジいいね。じゃあ髪の毛の変化を楽しませていただきます。明日外出たらやばいっぽい。違う違う。あ、OK。やっほー。こんばんは。こんばんは。あったあった、お話し会。7月、8月、9月、10月、11月か。難しいね。こんばんは。難しいね。難しいね。ミヤティさん、大熊さん、ありがとう、たい焼き。Thank you。ちょっと難しいですね。土曜日天気が微妙そう。そうなの？やだな。し、湿気でさ、前髪とかがボサボサになる系だからさ、やだな。梅雨入りした、してないんじゃない？まだ。なんか梅雨入りが遅れてますみたいなニュース見た。マッチさんありがとう、ピンクたい焼き。気まずいちご、やっほー。一体もう目に刺さってくるし、もう何。でも私服がなくて決められないんだよね、まさかの。こんばんは、こんばんは。でも2着はある。2着しかない。だから7月と8月しか乗り切れない。え、でも夏服って何月までのもんなんかな。ガッチさん、ガガさんありがとう。コスプレできないんです。研究生はね、コスプレ NG だからできないんですね。これがなんと残念なことに。こんばんは。自分で作る服を布から。こんばんは、こんばんは。ね、明日天気やばいって聞いたよ。コスプレではないですって言い張る。足服ですと。やっほー、これ足服なんですけどって言い張るってこと。何着ても似合う。本当か。ゲーセンに寄付。あ、ちょっとミュートにしようかな。ちぐわさんありがとう。言うな、お金取られそう。フォローありがとう。とかお金払わないと失礼で。作ってもらって。ちぐわさんありがとう。服くださいって先輩に。確かに誰かくれんかな。こんばんは。関東、そうなの。やだね。ちょうど雨女がいるな。誰かの生誕ティー。じゃあ奈々さんの生誕ティー着るけどいいの。え、11月ある。あ、でも30日か。奈々さんの誕生日は11月7日だからね。ゴスロリってこと。嫌ですよ。ないもん、買って。じゃあひなさんに服おねだり。え、でもひなさんも私服めっちゃ好き。私が好きな系統、私が
好きな系統だなって思う先輩の私服はひなさんと葵さんとかもめっちゃ好きな系統です。他誰だろうな、あでも特にいないか。めっちゃ好きな系統をしている。いちごが昇格したらいちごの顔がいっぱいの T シャツ送るからね。え、あのいつも着とるやつの私バージョン、ね、ちょっとさ暑いですよこの部屋、ちょっと待ってくださいね。いやこんばんは、こんばんは。あきもさんありがとう。ネロのコスプレ、ネロいるよここに。ネロ、ネロどこ行っちゃった。あれネロがいない、あこれかネロ、これってこと。かわいすぎ。まあ、事務所に服くださいって張り紙、事務所よりレッスン場の方が良さそう。ナナさんから服もらえたら着れる？え、着れないかも。なんか前さ、イケちゃんさんがさ、今日の服ナナさんからもらったやつって言ってさ見せてくれたんよ、着てた服を。確かに見覚えを感じた。羨まですよ。アキさんに借りに行く？おきさんは東京にいるのかな。イケピさんありがとう。あひなさんおしゃれ。そうサイズ確かに。おお、なんだなんだなんだ、大量のパンだ。なんでなんだなんだ、パン屋さんがいる、もしかして。なんかパン屋さんいた今な、何パン屋さん今の。ちょっと待って、ごめん、ちょっと待ってね。ゆいにゃんの私、確かに私服交換とかね、いいね。確かに。あとリエチの服の系統も好き。リエチどこ行くの、くれるかな。まひなさんこんばんは、こんばんは。りちゃさんありがとう。あおいさん、あおいさんに服、あおいさんに服いただいたパンのところやばいでしょ。こんばんは、こんばんは。やっはー、昔は研究室服以外も家庭もらって日常とかとかもすごい貧乏生活頑張ってる子いたから。じゃあ先輩方にあの断捨離する際は北沢にご連絡をとお伝えください。断捨離したいって言って先輩が言ったら、なんか北沢が服欲しがってたよって言って。あ、ウェアンか、あ甘いパンタワーかな、ありがとう。ちょっとスクショしようね。ちょっとさ、あのニコちゃんワークの後の意外と来るよ、やめて。本当に気まずい気まずいそうだよ、意外とだよ、意外と来るよ。え、許可もなるかな、ちょっと待ってね。あ、これとか書けるんじゃない。あー、かけないかな、これかけないかな、書きたいんだけどさ、かけるやつがあるかな。うーん、ちょっと待ってね。あんま怒るよ意外と頼めば何でももらえる説、何でも地位と名誉とかも。いでこちさんありがとう。パン屋さんだ、パン屋さんだ。ケーキさんありがとう。マンさんの服、そうなの、ちょっと待って、かけるところがさないんだよな。え、ないんだけど、なんだこれ、これ何の、何これ。あ、でも、あ、こことかかける、かける場所あった。かけるやつあるかな、ペンがさあるかな実家あるある。え、これとかかけそう、ちょっと待って書いてみるね。あ、かける箱、一人一着。ユーニャンペアの帽子買った、どういうこと。ゆきゆきさんありがとう。ピンクのたやき、コッコさんの似顔絵、オッケー。あ、ちょっと待ってください。ただいま。なんかあの
あのペンの配給が来た。ペンがないって言ったからかな。翔さんありがとう。マザーでした。よいしょ。え、コウコさんでしょ。コウコさんとかめっちゃ目でかくしたらいけそう。ホワイトボードでいい？書きたいの。え、見つけたよ、書けるところ。あきさん舞台しているから、あずみんさんキャプテンなので。あずみんさんとすらも連絡取れません、残念。こんばんは。マキさんありがとう、フォローありがとう。グさん、マー君さんありがとう。ただいま。ミキミキさんありがとう。死ぬ、配給が、服がないで。家族配信見てるの？全部見てるよ。見てる、みんなの言動全部見られてるよ。みんながもし変な発言したら。あ、え、キャップがない、待って、キャップが失われました。どこですか？ありました。びっくりしました。ひやちーさんありがとう。たいやき、気まずいってこう。そらはさんのストーリーにこうこさん今日こんばんは。あ、ちょ、間違えた、待って、もうやらかしてる。ちょっと待って。コウコさんにお礼書こうとしてるから、ちょっと間違えたんだけど。ちょっと待って、コウコさんにさ、コウコさんにお礼書くとこなんだけど、待って。やばい。コウコさんに書くとこになっちゃったんだけど、どうしよう。奥沢コメント？奥沢コメント？どういうこと？もう間違えた。コウコさんにお礼しそうになっちゃった。しかもめっちゃペンが出なくなった。コウコさんにお礼書いてるから、コウコさんの似顔絵ね。間違えたんだけど、変な人だと思われてるんじゃない、もしかして。コウコさん調べよう。かわいい、こんばんは。コウコさんは目がでかいから目を大きくしたらいいんですよ。いや、くしゃみ出そう。え、かわいい。コウコさん限りよ、めっちゃ目を大きくするの。あれ、このペン出ないんだけど。コウコさんに怒られたことないの？ないよ。怒られたことないよ。話したことならあるよ。あの、発表したもん、コウコさんに。あの、昔この写真をアイコンにしてましたって。そしたらなんかちょっと惹かれてた。そう、パジャマ見られてるからね。あと、あの子に確かにしてた。ほら、ありがとう。ユーニョも目でかいからね。確かに目をね、とにかく大きくしたらいいんですよ、コウコさんに関しては。今画伯活動中だから。コッコッコーって感じだよね。なんか前めっちゃなんか鶏がなんちゃうみたいな話をしてた。コッコッコーって言ったけど、さっき誰にも通じなくて気まずい思いした。コケコッコーって感じ。服のセンス、え、なんかさ、めっちゃさ、モデル向きのさ、あれだよね、コウコさんって。モデル向きだなって感じ。私のフルムはアイコン、え、わかんない。なんか今日さ、なんか X になんかログインされましたみたいな。でも私ログインしてないから、え、やばい、不正ログインされたって思ったら、なんかアイコン変わってたから、多分運営の人だった。びっくりした。 X 不正ログインされたのかと思った。手裏剣のよ、それと。わあ、タンのおかげで実は消えました。本当？あの、違ういちご大福じゃなくてフルーツ大福？え、ちょっと今日いい感じなんじゃない？今日めっちゃ絵うまい日かもしれない。
もう目描いてる目、これ目ね、今片目。ヘイさんありがとう、びっくりした、多分スタッフさんが帰ったんだと思う、びっくりした、不正ログインされたかと思って焦ったよ。ガワさんありがとう、大雪。眉毛もね結構ちゃんとしてる感じ。このペンめっちゃいいかも。ボールペンとは思えない色が出てくる。 STU 号ね、 STU58 号とか出航って感じだよね。こんばんは、こんばんは。これはなんかオーストラリアのなんか大学のペン、なんか剣、なんか剣じゃない、ペン。エビ様さんありがとう、ピンクたい焼き、ショールームの画像ね。いや、たい焼きじゃない、あの猫、あ、これクマ、猫、これな、あ、猫、あ、これ猫パン、ありがとう。ひよこ、そういうこと、コッコッコだから。あのプロポーズやめて、公開プロポーズしないで、本当にびっくりしちゃうから。外国製、そう、なんかここタッチペンになってるからこれでできる。ごめん、先端恐怖症の人いたら謝罪しなきゃいけない。もうコウコさん書いてるから。え、いいんじゃない、ちょっとうまいんじゃないの、うまいんじゃないの、ウォウォなんだけど、うん、これしか書いてないけどそう、 X のアイコン不正ログインかと思いましたよ。キョックさんありがとう。キョックさん意外とこれをやめて、怒らないで、コックさん怒るよ意外と。こんばんは、死なないよな、意外と怒るよ。え、下書きなし、そうやばいよ、だからちょっとやらかしちゃうかもしれない。え、このペンめっちゃいいやん、これしか書いてないけどめっちゃ目を大きくして二重幅を、やばい。藤岡猫にゃんさん、ハートありがとう。スラマンマラン、スラマンマラン、スラマンマランだよ。今ね、参考にしてるコウコさんの写真はモデルプレスさんのやつ、かわいい、めっちゃ。カロありがとう、こんばんは。え、いいんじゃない、やばいよ、みんなこれ最高傑作ができる予感がしてきてる。こんばんは、マルスさん、天の中のヒロさんありがとう。え、そう、新要素になってた、もうマジで不正ログインかと思った、焦った。じゃ運営さんだった多分。まつげとかもめっちゃね長いから、ここさ、こんばんは。リアル系、リアル系だよ、ほら今書いてるから、これこうこさんの目かっこ途中。こんばんは、こんばんは、ゴッティヤッホー、こんばんは。おー、すごいすごい。あ、つつややめさんの配信から来た、ちょごめん、泣いてるみたいになっちゃった、目が赤くてこんばんは、あ、こんばんは、今似顔絵を描いてたんですよ、こんばんは、はぁ、こんばんは。リコチ一面、あ、正解です、 ありがとうございますよーと、ありがとうございますよー、タキリア04年さんありがとう、たい焼き、あー、こんばんは。
え、今日さ、あの朝さ、めっちゃ IC 聞いてたんだよね。 IC でもいい、え、ちょっと嫁さん、そうだよね。リンボスターもありがとう。そう、泣いてる、今みんなが来てくれて泣いてる。みんなのおかげで泣いてるよ。こんばんは、こんばんは。ちょパニックパニックパニック、心郎さん、ハートありがとう。あ、クショケン、こんにちは。あ、みんさんとかけん、あ、こんばんは。おとびとび、ちょ、背景やばいな、確かに。やばいやばいやばい。なんか乃木坂さんのやつあるかな。私乃木坂さんのやつともう持ってっちゃってるな。平蔵さん、こうさん、ありがとう、ありがとう。パニック YXZH さん、 N さん、ピンクのたい焼き、ありがとう、フォローありがとう。なんでカメラ入れてるの。うん、なんかちょっとスタンドが不安定なためです。コウさん、ハート、ヤマトのオリツナ、だるま、ありがとう。落ち着いて。そう、リクチさんと同じ、この前リクチさんと一緒にお出かけしました。リクチさんの後輩です。アマピーさん、ありがとう。コウさん、ありがとう。こんばんは、ピンクの体験ありがとうございます。そう、リグチさんの後輩でございます。いや、ガチ気まずいちごなんですけど、こんばんは。あはー、こんばんは。自己紹介お願いします。あ、自己紹介させていただきます。STU48 の3期生の研究生の、ちょっとやばい、3期研究生の北沢いちごと言います。あの、そう、ご存知の通り、リグチさんの後輩です。で、あの、はい、後輩です。あの、山梨県出身です。今日は IC を聞いてました、たまたま。こうさん、ハート、ありがとう。そう、りこちさんの後輩です。後輩です。一味やばい、ワンピースかなみたいな、ワンピースも好きです。フォローありがとうございます。おー、こんばんは。ターンの俺、ちょ、今あの先輩の似顔絵描いてたんですよ。ごめん、ここまでしかできてないんだけど。そう、似顔絵中でした、今。ティ長尾さん、ありがとう、ありがとう。仲間です、一味です。そう、麦わらの一味以来です。ウルトラメタルさん、ありがとう。こんばんは。ラップ調よう。気まずいちごとは、あ、そうですよね、じゃあ何なんだって思いましたよね。あの、気まずいっていうのは口癖なんですよ、北沢いちごさんの。それをいちごを足したって、ちょっとこれ説明するの恥ずかしい系のやつです。あは、揺れてる。そう、ゆこちさんの後輩です、アピールしとく。ヒロさん、ありがとう。ピンク体験、研究生は何を研究してる、え、さん、結構研究してるんですよ。なんか何を研究してると思いますか。なんかノーベル賞とか、ちょっと何言ってるのかなみたいな感じなんだけど、何を研究してるんだろう。何研究してるんですか、わからないです。え、なんかいろいろ。リコチさん書いて、リコチさん難しそう。山梨県から STU 初めて、そう、初めてです。山梨県から STU の拠点が広島なんですけど、5、6時間ぐらいかかるんですよ。で、今たまたまね、あの、山梨県にいるんですけど。ダイアンさん、ハート、ありがとう。ちょっと、そう、あ、ちょっと気まずい気まずい。山梨から東京はね、あのね、2時間ぐらい多分。じゃ、何を研究してるのかちょっと本当に分かんない。ちょっと何研究してるんかな、なんかなんとか細胞はありますみたいな感じかな。違うか。すごくいい名前ですね、ありがとうございます。いちごです。これなんか結構ね、本当の名前なんかって結構聞かれるんですけど、ガチネームです。身長何センチ。身長は 167.3 センチです。なんか1年で 0.1 センチ伸びました。チューチューさん、ありがとう。ピンク隊海賊団です。リコチ軍団の一員ならみんなでフォローだね。優しい、ありがとうございます。リコチ軍団やばいけど、そう、リコチさんの一味、ほら、ありがとうございます。ただの俺、明日で、ほんと、ちょっと今ちょっとパニックだから、ちょっと待ってね。そう、山梨海ないんよ。だから、あ、もう、あの、そう、STU って瀬戸内を拠点としてて、めっちゃ海とかなんですけど、もうちょっと海なくて気まずいんですよ。泳げないし。研究生は研究する。そう、研究してます。何を研究してるのかは、ちょっとわかんないんですけど。一応本名ですか？本名ですよ。
なお紛れてコメントしてきててしな。もくもくさんありがとう、ありがとう。人生をね、この我が人生を研究してます。ちょっとマネキンみたいになっちゃったけど、こんばんは。そう、スタップ細胞の研究はしてないです。スタップ細胞はしてます。身長高い、そう身長高いです。ははでも170を目指して生きてるけども伸びなくなっちゃった。フォローありがとう。そう、富士五湖がある。手足大きい。でっかいですよ、こ、私の手です、これ。ほらこういう感じ、ちょっと分かりづらい。これが私の手です。足も25センチぐらい。こんばんは。ピンクソー、今ピンクたい焼きっていうねギフトを集めてるんですよ。なのでよかったらお願いします。雪平さんありがとう。ピンクたい焼きツインタワー牛の八海、あれ海じゃありません。コメディアンではないです。昨日なんか、昨日も配信してたんですけど、してたなんか海外の方に「ああいうコメディアン?」って聞かれました。ノーって感じです。アイドーってめっちゃ言いました。そう、海なくて気まずいんですよ。マネキン、制服のマネキン。一歩目を踏み出してみなけりゃ何も始まらないよ。絶対ここじゃないけど、身長分けていいよ。はい、これであなたも倍増。研究頑張ります。TGC のランウェイ歩きました。そう、最近 TGC 熊本歩きました。 ST で一番高いの、2番目かな。うん、多分2番目だと思う。715にあったら見上げる感じかな、わかんない。でもヒールとか履いとったらさね、そうよね。クライプさん、マックさん、ドリームシと、ちょっと待ってください。ドリームシさんありがとうございます。たゆき、手何センチ、え、手何センチ。ちょ、定規とかあるかな。定規あったら測れるけど、定規がないんですよね。定規ないから、ちょ、なんか分かりやすい、なんかうちわとかでいいですか。あ、握手とか分かりづらい。手は分かんない、こんぐらい、こんぐらいです3期の中では一番新鮮。うん、静岡とバチバチ。そうだよ、こんばんは。そうじゃないよ、トントンだったの。ああいうコメディアン No。 たかしさん、ピンクのたい焼きありがとうございます。ありがとや。トットさん、ハートありがとうございます。クワイプさん、ピンクたい焼き、あらい、あ、あれ、あ、おしゃ、ありがとうそう、バラエティアイドルだと思われました。違います。ナナさんは最近ファンクラブよく更新してるよ。元気だよきっと。ナナさん、これはこの後ろのポスターは私の大好きな岡田奈々さんのポスター。富士山リスペクト。ノアピさんより高いよ。ワンタンさん、たい焼きありがとう。968、あ、そうなんじゃ、1センチぐらいか。ガチャ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 、ガチャガチャなのかガチャガチャするな、どっち。ワンタンさんありがとう。研究してるけど、してるのみんなも研究生ってこと。よしくんさんありがとうございます。ピンクのたい焼き、あれ伸びた。そうなの、指紋映らない。え、そう、私よくこうやると指紋が映るから、こうやってピースしてるんですよ。指紋が映っちゃうって言って。ほんま一番手大きい。そうだ、STU は最近握手会が始まったんですよ。再開してやってなかったんですけど、私はねまだその握手会のご予定はないんですけど、先輩とかが握手会が開催されてるので、ぜひ。今アルバムをねリリースして、めっちゃそうイベント期間なんですよ。そうなんですよ。ナリシオさん、ゼロタピさん、ピンクのたこ焼き、たこ焼きじゃない、たい焼きありがとう。たこ焼きやばい、取り合いはしません。鬼レンちゃんはイケちゃんさん、クマさんありがとう。一人っ子なの。違います、一人っ子ではないです。兄がいます。3つ上の、3つでも、お兄ちゃんと誕生日一緒なんですよ。珍しいねって言われますよ。ナーピさん身長伸びてるよね、思った。フォローありがとう。画面が揺れてる、でもしょうがないじゃん、不安定なんだもん。 Are you Angel? Yes, I'm Angel. You too. 黒猫さん、ピンクのたい焼きありがとうございます。日向坂さんのファンなの。今ここに日向坂さんの時あるよ、一番くじの。結構ね、坂道グループもね好きなので、何でもあります、この部屋には。ついでに
はい、あっちさん、レインボースターありがとう。最後に握手したメンバー、ココアさん、あ、そうなんだ、私はナナさんかな。握力強い、私、え、握力強いんかな、測りたい、つなんか握りつぶし、よくない、そういうの握りつぶせるかな、なんかちょっと何もなかったんだけど、あ、でも握力、どうなんだろう、平均、平均って感じだと思う。あっちさん、ピンクの体験ありがとう。昨日リベイターを、いいですね、こんばん、フォローも、え、フォローもありがとうございます。母、お母さんと弟も全部、すごいね、誕生日の日に生まれたってこと。イケちゃんさん、うまかった、ほんと天使、いや、エンジェル、エンジェル。クマさん、ありがとう。 Are you devil? No, 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 I'm angel not devil。 そう、これめっちゃ弾いた、弾きました。なんかこの、この、これを、この時を当てるためだけにちょっと止まってるんだけど、今めっちゃ当たったし、あ、キュンの CD とかもありますよ、日向坂さんで言ったら、じゃん、キュン、いや、梅さん、リチャさん、ありがとう、ピンクたゆき、リンゴ、リンゴ、リオさん、あ、どういうこと、急に可愛くするの、ポンさん、日焼けしてる、かわいいね、思った、私も時計ください、ダメです。最後ね、ちょっとあの電話出れないよ、あの某メンバーからかかってきたんですけど、ちょっとちょっと待って、今配信中だよって LINE 送るね。ぶどう潰す、仕事で会えるといいですね。そう、共演したいくて、なんかプロフィール、 ST の公式プロフィールに、とか、うるさいな、公式プロフィールに、今年挑戦したいお仕事みたいな欄があるんですけど、他のグループさんとの共演って書いた。ちょっと待ってね、今配信してますって送ります。こんばんは、なんと坂お寿司、え、私と推しかぶりですね、それは。私も金村美久さん推しだよ。あ、ごめんごめんごめん、本当にちょっとパニックパニック。あ、止まってた今。めっちゃ喋ってたんだけど一人で、恥ずかしい。もう事件、事件なんだけど今の普通に。あついさん、ピンクの体験ありがとうございます。待ってね。こんばん、こんばんは。ティフでワンチャン会える、え、そう、ティフが、ティフにね、 STU の出演も決まってるんだけど、でも多分まだ出演するメンバー決まってなくて、でも多分選抜の方とかが出られると思うから、そう、私はまだ研究生なので手出ない。山梨のお土産買って帰るよ、買う買う、こんばんは。話の中では大丈夫だった、本当、富士山もいいけど瀬戸内には近畿より西で一番高い石、これ 何、石椎山合ってるがあるの、もう何それ。お土産ありがとうございます、え、メンバーですか、もしかしてメンバーですか、メンバーにはお土産買ってくけど、なんか幕張のさ、お話し会があるんですよ、今度21日の土曜日に幕張メッセでお話し会があるんですよ。多分まだ発表されてないけど、多分当日券もあると思うんですけど、そう、当日会場に行けば買っていけ、お話しできる券とかもあると思うんですけど、幕張であるんですよ、21日にお話し会が。だからそう、お土産渡す機会があるから渡そうかなって思って、そう、信玄餅でもめっちゃ高いんよ、信玄餅、山梨の名物何がある、え、分かんない、ほうとうとかじゃない、ほうとうと信玄餅と、うわ、なんだろう、富士山は持って帰れないけど、200回目、すごい、ありがとう、暑いね、わかる。この前の桜坂のレイさん、あ、大園レイさんとのパネルのツーショット、そう、なんかこの前さ、名古屋のタワーレコードで
タワーレコードに行ったらハードが一緒に作れるやつがあったから、小園玲さんとね、あと田村ほのさんと、あと田村ほのさん、うん違うな石づちさんって読むの今の、何石づちさんって一体何なんだ。森谷玲奈さんだ。幕張行けないので広島と大阪多めに取る、嬉しい。広島は本当にね、あのおすすめ日なのでぜひ待ってます。お話し会で気まずい中国になったらどうするのって、お話し会で、でもたまにいるんですお話し会で、なんかめっちゃもう多分緊張されてるのか分かんないけど何も喋らなくなっちゃう人とかいるんですけど、ずっと気まずい気まずい気まずいねね気まずいねってずっと言ってて、ゆうさんピンクのたい焼きありがとう、フォローありがとう。 Hello I'm from JKT48。 Oh hello、 やばい JKT48 のファンの方も来た。 Oh my 推しメン is Adele JKT48 推し、 Yes yes。 安倍川餅と信玄餅は高い、確かに高い、でも美味しいよね。幕張は22日、あごめん22日でした、本当にそういうとこだと思いますよ。石槌さんフォローありがとうございます。長寄ったよ、でももういないよ。ミューポン、ミューポンが一ポン、ミューポンとのコンビ名が一ポンってこと。ジュンさんありがとう、ピンクたゆきありがとう。今何してたっけな、出るどういうことどういうこと、電話に、じゃ何の話、もう何の話だっけ、分かっていいやっほー。こんばんは、こんばんは、気まずいちごですね。あ、間違えた。夕飯食べ終わった、お、よかったですよ。美味しかったですかご飯は。信玄餅の詰め放題ね、なんか昔やったことある、あの工場でできるやつでしょ。めっちゃ朝早く起きんといけないのよね。桜坂大園玲さん推しそうだな。なんか今ねもう卒業されちゃったよ、私の推しメンはみんな。サバさんありがとう。でもいやここにうちわはあるよ、作ったうちわが、かりんさんとてんさん、のはあるうちわ。でも羽生みずほさんのやつもあるよ、でも卒業しちゃったんよな。みゆぽん食べてなくて心配、私が食べさせますわ、今日食べたのって LINE 前1時間ごとに送ろうかな。こんばんは。絵はどこまで完成したの。絵はね全然完成してない、まだ。今何しに日本へ、でいちご食べてた、たかメロンパンさんありがとう。あでも食べ放題か、メロンパンさんありがとう。カニ玉、カニ玉はいいよ、美味しいよね。あ冠の人、ピンクの体型ありがとう。はずみずほさん大好きだよ、はべさんあるよ、はずみずほさん、メロンパンさんありがとう。ビリビリース、菅原さつきさん待ってね、昨日の夜からほぼ食べてない。もうなんでよみゆぽん、どうしちゃったんだよ。みゆぽん今配信中、見てみようかな。かわいちご、かわいちご、ありいちご、ちょっとみゆぽん見てみようじゃ。あれあれあれ開けなくなっちゃいましたよ。ウエム、みーちゃん、ふゆかちゃんね、そう一期生さんがもう少ないから、ここにね飾ってあるんよ、欅坂さんの二期生さんが入った時ぐらい。みゆぽん何だって、わしが今から配信を見に行くね。みゆぽん何があったの、ちょっとね、何があったのみゆぽんに、ちょわしが今から見に行くから待ってて。こんばんは。一人暮らししたけど反対されてるってピエンしてた。リア中、でもリア中多分さ実家じゃん、実家っていうかその親と住んでるから、でも高校生になったから、そっか。でもリア中一人暮らししたい、お母さん、お母さん大丈夫、パンソコ、ちょもう何ミューポン見たいから、もう今配信、あいたいたいた、だいた、ミューポン見るわ今から。
もう何があったのミューポン。本当にどうしたのミューポン。何があったのミューポン。ちょっと待って、本当にどうしたの。なんかどういうこと、転んだ。やる気なくなるの。怒ってるのミューポン、こんないで。フォローありがとう。ドーム行かなかった、行きたかったけど、あぜみさんたちが行ってんの羨ましかった。いちご不足なのかなね。どうしたんやろね。どうしたんみゆぽん。うんうん、そうなのみゆぽん。さちさんかさちたんって呼んでんのね、さちのことね。コメントして、コメントしたいんだけど、これさログインしてない状態なんだよ。うん、うん、みんなムカつくと思う。うん、どういうことなんだろう。ゴッティこんばんは、はじめまして、北沢です。北沢です。昨日出来物ができた。あ、そういうこと。確かになんかもう目に力が入ってないもんね、みゆぽ今。なんか野山に混じりて竹を取りつつだよ、みゆぽん。竹を取りつつだよ、みゆぽん。サバさんありがとう。できるようになったらいいよね。わかるよ、みゆぽん。だからなんか授業でねやらされるよね、滝取りの沖縄のね、呼ぶやつとかね。ね、カナウも確かに目が痛々しい感じだったよね。かわいそう。待って、もうどうしちゃったの、もう心配だよお母さん。今ひろさんありがとう、ピンクのたい焼きありがとう。さすがお母さん、もうほんとお母さん心配。口が痛くて開かんってことか、腫れてるってことかな、かわいそうに。どうしちゃったんだ、虫推しになりたいなって。それはさんきちゃん心配ね、みんな大変だよ。かわいそう。あ、お母さんが隣にいるね、みゆぽんは今。よかったよかった、お母さんが近くにいて。前髪いい感じ、まあ、切ったんよちょっと。帰省しなきゃ。まあでもね、なんか悲しくなって気分落ちちゃうよね、わかる。結構ね気持ちが落ち込むことが多いからね最近はね、ちょっとなっちゃうよね、わかるよ。私も夜とかね、うーんってなりますから。ピヨコちゃんマンさんありがとう。イッチ、何、イッチがどうしたん、イッチがどうしたんや、ミューポン。どうしたんや、イッチが。ミューポン、イッチって呼んでるんだよね、私のこと。北沢メンタルクリニック開催するかもしれない、これはもう。やる気はあるんだけど、いざとなったら厳しくなっちゃうね。そうだよね、ミューポンね。どういうことか分かんないけど、そうだよね。いちごちゃん一押し、いちいちだね。いちいち、こんばんは。院長、私病院のあれやん、人生ゲームやん。ゴって呼ぶ、ゴ。口パッチね、そうだね、口パッチでも
緑だよ、クチュパッチョ。ニシピーさんありがとう、ピンクたい焼き。心配だね、ミューポン。どうしたんだ。一見てるよ。あ、手振ってありがとう、ミューポン。手振ってくれた。わからんの後頭部。あ、みんなミューポンのことも気にかけてあげてね、じゃあ。心配だね。LINE してみるね。ナースコスプレできないですから、あの犯罪じゃない、なんて犯罪って言いそうになっちゃった。あの研究生できないので、犯罪やばい、犯罪ではないんですけど、まだね、研究生はコスプレができないということでね。研究生じゃなかったらね、結構する可能性もあるんですけどね。いつもメールありがとう、こちらこそ。今日はね、ニッツ送ったもん。そうね、ミューポンも悲しくなっちゃうよね。誰や、ミューポンのこと悲しくさせた人は。怒りますよ。ミューポンって8時まで配信できるの。大変やな、ミューポンも。なんか今結構さ、みんな辞めてしまったりとかしてさ、結構ね、ピエンになっちゃうよね、わかるよ。口パッチ、うん、口パッチなんだって、ミューポン。普段着でナース服を着ろってこと、うん、やばいよ。ナース、もうそれは違うよ。いっぱいメール送ってるからね。これから、あの配信終わったらもう一回送るからね。9時までか。また音がずれてる？もう無理です、本当に。もう山の中に住んでるからだ。山の中に住んでるからだよ。私がね。あ、え、ペンが出なくなった。あ、出た。今、ちょ、コウコさんの似顔絵中だから。トシさん、ありがとう、ピンクたい焼き。ずっと推し？ほんと？トシさん、ありがとう。じゃあ、よろしく、ずっと推しで。8時までか。コウコさん書いてるからね。もう8時ぐらいまで配信しようと思ってたんだけど、今もう8時とかだよね。どうしよっかな。もう一回配信するしようと思ってるけどさ、7時ぐらいに始めたべな。1時間か。もうそれ一旦終わってまた配信に前戻ろうかなって感じなんだけど。やばいな、唇めっちゃ気持ち悪くなっちゃった。こんなに気持ち悪くない。あ、でも修正可能。ここをね作って、はい、もうコウコさん。あ、ね、なんか口近くなっちゃった、めっちゃ。コウコさん書いてる。スーさん、ピンク体験ありがとう。こんばんは、こんばんは。顔の余白が少ないですね。こんな感じ。もうちょっと。ケッチーさん、ありがとう、ピンクたい焼き。こんばんは。そう、ミューポンはめっちゃマジの力で噛んでくる。指をマジで痛い、あれ。ほんとに痛いからね、ミューポンの噛みつき。ガチで痛いから、あの方。涙出るよ、普通に。だってあのヒータンが涙流すってやばくない？相当じゃないって思って。コウコさん書いてる。コウコさん、コウコさん、ちょ、もう書けん、なんか紙とか書いたら失敗そうなんだけど、普通に。コウコさん、コウコさん、カッコカリ、こんばんは。ミューポはなんかもう骨を貫通しに来てる、あれは。なんかもう食べれないんだよって教えてあげたい。ヒータンが泣くんだよ、だってあのヒータンが泣くんだよ。これコウコさん、これはナナさん。ミューポン神癖被害者の会、ちょっと設立しようかな。神返そうかな、今度噛んできたら。こんばんは。今高校さん会議中だから。いや、これはナナさんだよ、私の大好きな。
愛しているぜって感じ。ナナさんにだから手紙を送るのもしゃね。ナナさんにね報告したいことがねいっぱいあるの。もうみんなにはね言えないけどみんなにはまだちょっと言えない情報とかもあるけどね。もうね本当に言いたいの、言いたい報告したことがいっぱいあるんだからね。私はねファンクラブのねレターの機能でもう絶対送るって決めてるんだから送るの。私は一番噛まれたの。でもなんか結構噛んでくるよ。誰振り構わず。これコウコさん、これコウコさん、夢じゃダメですよ。そうヒータンを泣かすなんて、ヒータンに泣かされたじゃなくてヒータンが泣かしてるから。アナさんのサイン入りのやつある。え広島にある。広島に2個あるけど山梨にはないんですよ。修学旅行行ってくるの明日から。頑張って頑張ってなのかな。楽しんでだね。どこ行くんだい。そうちょうど入れ替わりかのようにナナさんいなくなっちゃった。うん、でもお話し会とか報告してたよ。もう3期生になるんですよって生きてるやつみたいなんだけど、こんな感じで言ってないけど。そうこれコウコさん、ナナさんに聞かないで。コウコさん、ココさんは LINE のアイコンにしてた。かわいい。でひよこでしょ。ひよこってひよこが一番事故りそうなんだけど。じゃあひよこを書いて一旦配信終わろうかな。あとでもう一回配信する予定はあるからね。 in 東京、東京に行くのね。東京ドームじゃない、東京スカイツリー。こんばんは。もうなんか本当にもう大好きだっていう話なんですよ。毎月お話し会に行ってたよ。あ会いたいですね。そろそろね会いたいよねって話。特技に似顔絵かっこ写真を見ないとできませんって感じ。時間がないとできませんって感じなんだけど。山梨の学校って修学旅行どこ行くの。小学校の時は北海道行って、中学校の時はオーストラリア行って、高校はなんかアメリカに行く予定だったんだけど、なんかホームステイみたいに1週間ぐらいだったんだけど、なんかコロナで行けなくなって、で長崎ってなったんだけど長崎も行けなくなって、結局東京行った。東京なら別に行かなくてもよかったのではみたいなね説もねあったりなかったりするんだけどね。歌が上手いから。ナムさん会いたい人とどうやって抑えてるの。え抑えられないよ。だからよく暴れてるじゃん。ありがとう、会いたいって言って暴れてるじゃないか。よくこのひよこにしよう。待ってね、かけるよ、任せて。あやばいかも。いやまだいける。えいいよ、かわいいよ。あえ大丈夫かな、大丈夫かな。あれあれやばいかも。みんなあやばい、みんなひよこかけた。さすがにひよこ。こんばんは。だから逆に行ったことないよ、あの京都とかに。ルイジーさんありがとう。ひよこピヨピヨちゃんと飛び出てる。飛び出てるよ、飛び出てきそうだもん。もう今すぐにでも、今すぐにでもって感じでしょ。ボクボク出ちゃった。コヒヨコのりじいさんありがとう。ピンクの台こんばんは。こんばんは、はじめまして。これココさん、でも意外と可愛くない。そんなこと意外と可愛いけど、ココさん、ココさんの隣のひよこ。じゃあそろそろ配信終わろうかな。やっほー。さてと
終わろうかな。さてはお嬢様学校だな。私え、意外とかけてる。これコウコさん、ちょっとお礼は後で書き足しとくね。まひなさんと兼用できる。え、あ、山本最近行ったの。そうなの。コッコッコーって感じ。後でそうもう一回やる。ちょっとね、いろいろありますから、また後で配信します。配信します。さよなら。やばい、もう8時6分だから。コウコさんに送って送れないよ。こんばんは。ランキング読もうかな。またね、またね。あ、待ってね、ランキング読もうかな。あ、15位から読みます。15位がマー君、マー君さんとかしてる。マー君。14位岩井さん、13位ミキミキさん、12位1号さん、11位チューチューさん、10位豊中のヒロさん、9位ケピスさん、8位レディースガガさん、7位リチャさん、6位ワンタンさん、5位マックさん、4位アツシさん、3位リキーヌさん、2位リンゴさん、1位ウエマン。意外とお風呂を知るんだけど、ありがとう、ありがとう。そう、一旦お風呂は入ります。やめてく、入ってないみたいな感じやめてください。ということで一旦配信終わります。でまたもう一回配信しますね。再開いつ、え、不明です。引き続きこのピンクのたい焼きを無限回収させていただこうと思っていますので、よろしくお願いします。お話し会も明日までで、明日で7月7日のオンラインはお申し込みが最後なのでよろしくお願いします。あとは言うことは特にないですね。あるかな、ないねって感じなので、またバイバイ。ピンクのたい焼きよろしくお願いします。また後で、また後で、バイバイ。おやすみ、おやすみじゃないけど、みんな寝る人もいるかもしれないからね。おやすみ、バイバイ、バイバイ。